違えた。ちょっと待って。東に来ました。今日はね、伊賀上野城に行きたいと思います。あ、これ止まってる。行った。このお城はね、かつて筒井貞次さんという方が作ったんですけれども、その後に藤堂高虎さんが入城して大改築しています。お城見えました。すごい。白藤高虎さんが大改築したお城になります。模擬天守なんだけど、すごい立派だね。石垣もね、高石垣って書いてあったんですけど、これのことかな。どれのことを高石垣って言うんだろう。上野城が 180m で、高石垣は240…あ、先ってことか。高さかと思う。もうね、お城見たいんですけど、ここにね、城代屋敷跡っていうのがあるので、ここのちょっと広場見てみたいと思います。城代屋敷跡みたいな、城代屋敷跡っていうのがあるのね。城代屋敷跡っていう、まあどういうこと。ここは城代市役所、あ、市役所じゃなかった。城代役所跡って書いてました。ここに台所、台所なんか書いてある。台所通る、ここここにね、台所通ってあるんですけれども、なんかこちらではね、ご飯の支度をしていたようです。あ、なんかここはさ、今周辺って書いてあります。廊下で置く地面とかにはさ、これなんて廊下の間とか、なんかいろいろね、区画がこう整備されてるんですけれども、ここは決算とか次社員とか書いてある。なんか全部ね、この区画には名前があって、広間とか、うん、あ、これだね。ごめん、さっきからあれだけど、こんな感じになってたんだね。ここなんですけれども、なんかすごいね、それぞれ区画にね、名前があって、死者の間とか、なんとかの間みたいな、あ、玄関でした。ここ玄関とかあって、まあ、ここでね、そういう、今でいう市役所みたいな仕事してたのかなって思いました。ね、ここから見るといろんな区切りがあって、なんかここはここだったんだよみたいなことが書いてあるんですけれども、こういうふうになんかね、構図がこんな風になってて、台所があったり表門があったり、史跡上野城、あと城代屋敷の建物ってあって、藩主等も使用する電車は一般に広間や書院などを持つ政務の場である表向き建物と、今や寝室など生活の場である奥向き建物とから構成されました。上野城の城代屋敷も数点の絵図が残されていて、よく似た建物構成であったことが分かりますって書いてました。なんかもうそういう建物がね、表と裏表と裏みたいな感じであったようです。はい、行きましょう。暑い。非常に暑いです。ちょっとね、天守閣の方に行ってみたいと思います。わあ、すごい石垣。石垣がすごい。今石垣の上にいたんだね。行かなかったけど。表門とか書いてある。こっからこう来るんだ。すごいな。すごい立派です。裏門から来たんだね。裏から入ってちょっと表から出た感じです。書いてない。全部石垣じゃん。これなの？高石垣っていうのがこれ？ここのね、石垣はね、相当すごいです。す
すごいな、石垣。あ、なんか書いてありました。え、内側から現れた石垣だって。唐道時代の石垣とかって書いてあって、どっから現れてきたの、どこに現れたのどこに現れたの。やっぱり改築したから、最初なんか入る後の時からなかなかね、天守閣に行きたいんだけど、見るところが結構あります。見るところがね、結構あるので、見ながらゆっくりね、ちょっと暑いんですけど、ゆっくり行きたいと思います。これ景色良さそう、景色がめっちゃ良さそうです。なんだろう、石がボコボコある。すごいね、なんかすごいよ、崖じゃなくて、なんか石がね、すごいです。この石垣になってるのかな。うわー、すごい、怖いな。うわいやー、すごい。これはさ、下から見たらここが石垣になってんだよね、きっと。なかなかね、なかなか覗き込むと怖い。私カメラ、ちょっとね、覗き込んでみたいと思います。あ、ちょっと怖くてさ、これ以上見れない。見えます？もうこんな感じ、ボコボコ。この横から見たらわかるよね、きっと。あ、いた。あ、すごい。うわ、キュー、すごい。ここほら、見てわかる？結構ね、怖いんですけど、この辺もね、綺麗に石垣が積んであります。お堀の周りの石垣もすごいです。すごい深いね、お堀。天守閣をこう、天守閣の周りがこうやってね、お堀に囲まれてます。何食事よね、上の人派手が。あ、すごい、本当になんかね、すごいなぁ。すごいね、自分になると勉強できるって思う。ここライトアップされるんだね。すごくなんか見晴らしのいい場所に城が建ってました。あ、これいい、悪いね。大問題だからさ、靴ずれってさ、わかるでしょ。これ見るとすごいいいね。見て、石垣が、鋭利な石垣がピシッてピシッて。七たび主君を変えないと武士とは言えぬと言い放った。身長190センチ以上もあった藤堂高虎さん。そんな高虎さんは近江犬神郡浅井家足軽の家で生まれました。13歳からはね、戦いにまみれた人生を送りました。初陣はあの姉川の戦いになってます。その後はね、浪人になったり出家をしたこともあったそうです。餅の食い逃げもしたっていうエピソードもあります。そして結局ね、豊臣秀吉に仕えてます。正確にはね、秀吉さんではなくて、秀吉さんの弟の秀長さんに仕えました。秀長さんは再来年の大河ドラマの豊臣兄弟の主役になってます。まあ今からね、まだ再来年って先だけど、楽しみにしてます。高虎さんは播磨や鹿島の戦いでも活躍しました。賤ヶ岳の戦いでも武功を挙げてます。そうやってね、秀長さんの右腕として活躍した高虎さんなんですけど、そんな高虎さんだから、ね、大河ドラマではね、秀長さんの右腕となってすごい活躍するんだなって、今から楽しみなんだけど、どんな俳優さんがやるのかなって、それもちょっと楽しみです。高虎さんは水軍も
聞いて朝鮮半島でも活躍したっていうから本当すごいです。どっちか高石垣がありますってどういうことなの？高石垣って何？高虎の高さじゃないの？高虎の高さと思う。あ、見て、なんか書いてある。日本一の高さで有名な高石垣なんだって。だから高かったんだね。高かったんだね。高かった。この辺りから高虎さんっていうのは本当になんか先見の目を見る目がただものじゃないなって感じました。どこ見てたの？秀吉さんがね、死んだ後は徐々に徳川家康さんに近づいています。最初にこれ見てから行けばよかったね。私日本一とか2度から行けなかった。よくどこ乗りましょうか。こちらにね看板があるので読みたいと思います。伊賀上野城3つの天守閣、筒井氏天守、天正13年筒井貞次が現天守の東方一段高い石垣の位置に3層の天守を築いた。藤堂氏天守、慶長13年藤堂高虎が伊予の国今治から伊賀伊勢に国替えとなり、筒井氏の城郭を西側に拡張して天守台や高石垣を築いた。大阪夏の陣で徳川方勝利の後は再建されず、筒井古城に城代屋敷を置き、幕末まで伊賀一国を治めた。現在の天守、昭和10年地元出身の代議士川崎勝氏が藤堂氏の天守台に木造で復興したって書いてました。そういう模擬天守になります、まあ、いよいよね行きたいと思います。3つの天守がそれぞれあるけど、ちょっとお金わっ、高虎ちゃんかな。虎がいる、高虎ちゃん。中ってカメラ撮っても大丈夫？写真は大丈夫なんですけど、動画はちょっと。そうなんですね。わかりました。ありがとうございます。なんかね、ちょっとね、中動画は。写真かなんか、後で感想を述べたいと思います。向こうだ。すごいね。ちょっと入るとこまでね。いらっしゃいませ。はい、チケットありがとうございます。見てる方もですね、ちょっと召し上がっていただきましょう。はい、わかりました。今ね、伊賀上野城の天守に登ったんですけれど、そこから見える景色です。なんかこっちの方がね、城下町になっているみたいです。こんな眺めでした。中はね、撮影できなかったんで、外の景色だけ。どうぞ。このまっすぐあるね、小学校があるんですけど、その奥の方にね、鍵屋の辻があって、荒木又右衛門さんのね、仇討ちの場所があります。よかったらね、荒木又右衛門さんの鍵屋の辻の動画見てください。見てきました。中はね、なんか広くなってて、資料館みたいな感じでね、いろんなものが置いてありました。今ね、出口から降りて、ここにね、なんかちょっと見て、上野城ギャラリーっていうのがあるんですけど、ここはね、ちょっと入って、カメラもいいよってことなんで、ちょっと覗かせてもらいます。ここ見て、すごい。忍び井戸っていうのがありました。ちょっと光って読みづらいな。忍び井戸、大阪城の攻略が不審火に終わった時は、上野城に籠城するという悲鳴を、徳川家康から受けた藤堂高虎は、まあ、このようにして、抜け穴を作ったようです。だいぶ深いです。なんか水は湧いてないみたいなことを書いてました。でここをほら見て、
ここになんかほら抜け穴伝説抜け藩主の抜け道伝説って書いてました。こんな感じです。どこにあるの？この百名城スタンプいただいて帰ろうと思います。ここです、押します。あれ蓋がついてた。あれ蓋どういうことこれ。失礼しました、蓋がついてました。いきます。はい、スタンプ押しました。よし、あ、すいません、広いね資料館みたいになってました。いろいろ見てきました。写真はいっぱい撮ったのでね、動画で流したいと思います。降りてきます。虎さんは裏切りによって一度もね主君を変えたということはなかったです。家康さんもね高虎さんの誠意にまんざらでもなかったようです。決定的となったのは関ヶ原の戦い、東軍について、20万石からね30万石へと出世しました。驚くことにね高虎さんは小座間大名としてここ伊勢津藩の初代藩主になってます。で幕末までねここで藤堂家は続いたと言います。次々とね主君を変えることであまり評判の良くない印象のある高虎さんです。でも高虎さんはねその日その日を死ぬ日と思って
生懸命生きていたようです。そしてね、どの主君に対しても誠心誠意で仕えてたそうです。また彼はね、ここ伊賀上野城以外でもね、日本全国いろいろなところで城を築いた築城の名人だったとも言われています。また彼は無欲公正で家臣をとても大事にしたとも言われています。そんな高虎さんの最後の姿は今も藤堂藩のね、旅館の記録に残っているそうです。亡くなった高虎さんの姿はもう全身傷だらけだったそうです。なんかこっちの方にね、ちょっと広場みたいのがあるので、もう少し散策してみようと思います。もしかしたら石垣が見えるかなって歩いてます。ちょっと見えますか、赤い石垣、赤い石垣が見えそうです、うん、見えるよ、見えない、木がいっぱい。わ、こっから見たらこっから見たらちゃんと見えました、高い石垣。あ、さっき見たのあそこだ、ほんとすごいね。こんな感じです。日本で1位にって書いてました。一番かな、どうでしょう。写真を撮ります。まあ、今までね、戦った勲章が彼の体一つ一つにね、そうやって刻まれてみた。まあ、その時代背景もね、もちろんあると思うんだけど、何にそんなに彼は駆り立てられてそこまでやれたんだろうって思いました。あ、すごいな高虎さんって思います。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしかったらまた見てください。バイバーイ、伊賀上野城でした。バイバーイ、またね。足が痛くてかな。